どうも、阪神タイガース応援チャンネルの主、ケンタムと申します。よろしくお願いいたします。というわけで、7月4日 DeNA vs 阪神戦終了いたしました。結果は阪神負けました。まあ7対2で負けましたね。今日はね、ちょっとメッセンジャー選手が荒れてしまってというか、まあ守りきることができなくて負けてしまったという感じですかね。もちろんね、若干エラーというものはありましたけど、まあ僕は今日現地行ってて、まあ大山選手のエラーも、まあ糸井選手のエラーっぽいものも見てたんですけど、風がえぐいのえぐいのなんのって。まあ糸井選手、まあね、ボールが伸びてたっていうのも見て取れたんで、正直、まあと、あのライナーはね、若干取ってほしくはあったんですけど、大山選手の打球に関してはね、もうありえんぐらい上に上がって、で、風あるしって難しいかなとは思ったんですけどね。まあまあ、どっちにしろプロ、という立場にある以上、ああいう打球は取ってもらいたいという気持ちはね、僕らファンからしてみれば絶対的にあるので、その辺も含めて頑張っていただきたいなというふうに思っております。もう一度言います。阪神が7対2で負けました。スタメンオーダーから発表していきましょう。こちらが、出場した選手ですね。枠で囲われた選手が出場した選手です。1番セカンド糸原選手、2番センター近本選手、3番ライト糸井選手、4番サード大山選手、5番ファーストマルテ選手、6番レフト高山選手、7番キャッチャー梅野選手、8番ショート木浪選手、9番ピッチャーメッセンジャー選手ですね。はい、打撃陣から見ていきましょう。糸原選手4打数、2安打1打点2三振ですね。まあ初回にね、ライトへのツーベースヒット、3回にショートへの内野安打、見逃し三振、空振り三振という感じなんですけど、ライトへのヒット本当に良かったですね。正直ね、取ったというかね、フェンスに当たってグラブに入ったっていう感じだったんで、あれがヒットになって、正直二塁に返球された時に糸原選手塁飛び出してて、あれヒットなのって感じで戻ってね、あれは怖かったんですけど、今日1番に久々に入ってで、2本ヒットを打つと。それが、なおかつ点にどっちも繋がってるんでね、本当に素晴らしかったと思います。やっぱりね、1番の方が似合ってる感じなのかな。2番でもね、次の打者に繋ぐという意識があるんですけど、1番にしてもね、役割そんな変わらないのか。もちろん出塁率というところにおいてはちょっとだけ変わってくるんですけど、糸原選手に関しては出塁率の方が求めてる感じがあって、もちろんヒットも含め、出塁率もっていうところになってくるんで、糸原選手1番の方が合ってるんじゃないかなというふうには僕としては思いましたね。次回もお願いいたします。続いて、近本選手4打数1安打、1三振ですね。空振り三振、セカンドゴロ、ライトへのヒット、サードゴロって感じですね。ヒットをようやく打ったなというか、昨日もね、ツーベースヒット、エラーの間に、三塁に進むと、ノーアウトランナー三塁にしてって感じでね。打ちはしたんですけど、それ一本きりで、正直どうなのかなと思ってたら今日も一本出たんでね。ちょっとずつ上がってきてはいるのかなと。思いたいですね。そして、糸井選手4打数無安打です。この人がね、いなかったらこの最近の試合ね、少なからず接戦というか、対抗できるようなものがなかったんで、糸井選手今日を、4タコっていうところで攻めるつもりは全くないんですけど、今日ストップをかけてしまったのは糸井選手かなと、打線においてね、糸井選手なのかなっていうふうには思いますね。最後はセカンドゴロなんですけど、3打席、ライトフライ、ライトフライ、ライトフライと。進塁打でもいいような、もちろんね、糸井選手に関してはホームラン狙ってってほしいんですけど、進塁打のようなものでもいい時という場面の中、ライトフライ全部打ってたんで、しかも別に惜しくもないようなライトフライだ、惜し込まれたっていう部分も、もちろんわかるんですけど、糸井選手がちょっと流れを止めて、大山選手が打ってくれたけど、って感じでしたね。糸井選手はね、今まで本当に素晴らしいものをやってくれてたんでね、何も思いません。ベテラン勝手に打つだろうっていうふうに僕は思ってるんで。はい。続いて大山選手3打数3安打2打点1フォアボールですね。今日全出塁ですね。センターへのツーベースヒット、サードへの内野安打。サード弾いて、一応サードへの内野安打みたいな感じですね。フォアボール、レフトへのヒットって感じですね。今日は猛打賞です。全打席出塁ですね。エラーのこと最初に語りましたけど、プロだから絶対的に取るべきだと思いますし、あれをね、
あんなの絶対取れないよってプロだから絶対言うことはないんですけど、ただ、まあ、次に生かしてもらいたいなというふうに思っております。まあ、それしかないんでね。ただね、今日3打数3安打と、しかも1打席目、2打席目、どっちでも得点を取って先制だと、同点打を、打ってくれたんでね、大山選手、4番として素晴らしい活躍をしてくれたなというふうに思っております。はい、続いてマルテ選手、4打数無安打、2三振ですね。ライトへのライトへのね、飛球は、まあ、そこそこいいかなという感じはあったんですけど、まあ、惜しかったですね。まあ、三振。見逃し三振がね、若干ね、怪しかったんですよね。まあ、僕はね、遠目から見てるだけだったんで、ね、なんとも言えないところではあるんですけど、あれはまあまあ、お互いにね、お互いのチームに、メリット、デメリット、審判のことはあるんでね、なんとも言わないんですけど、ただね、まあ、今日は、3番と5番がちょっとストップをかけてしまったってところがあるかなとは思います。はい、高山選手ですね、3打数2安、3打数無安打、2三振1フォアボールですね。フォアボール三振、サードゴロ三振って感じですね。うん。フォアボールもね、まあ、2打席目の、見逃し三振もね、ギリギリのところを攻められてって、まあ、ワンチャンフォアボールでもおかしくなかったという感じでしたかね。まあ、本当に初球から振りに行く様も見れて、なおかつ、フォアボールも選ぶようなクレーバーなところもあっ て素晴らしい感じにはなってきてるのかなと思っております。はい、梅野選手4打数無安打2三振ですね。梅野選手ちょっと最近本当に落ち込んでますね。ショートゴロ、セカンドゴロ、空振り三振、空振り三振ですね。まあ三振とか別にまあどうでもいいとは言わないですけど、まあどうでもいいんですけど、うん、ただね、内野ゴロがすごく多くて、で、まあね、ランナー入れ替わってアウトになるとか、ランナー入れ替わってギリギリセーフになるとか、まあ、併殺打がものすごい多いんで、打球がね、ちょっと上がるイメージがないんで、最近特に。そこら辺をね、修正してもらわないと、かな、とは思いますね。8番になってもおかしくないですかね。木浪選手も今日、ね、木浪選手4打数1安打、1三振って感じでね、1安打打ってたりするんで、まあ、木浪選手をかたくなに8番で使い続けてる。もちろんね、8番でもつなげて、で、9番をピッチャー、送りバントして1番につなぐっていう、ことができれば、得点につながっていくとは思うんですけど、ただね、木浪選手が割と当たってるだけに8番に置いておいて、まあ、ピッチャーに、2アウトランナー2塁1塁とかっていう場面が多々あるんで、そこら辺考えると木浪選手7番でもおかしくないなというふうには思いますね。はい。メッセンジャー選手2打数無安打ですね。うん、セカンドゴロはね、ちょっと惜しかった。うん、1打席目のね、セカンドゴロは惜しかったと思います。外選手だったんでね、ちょっとワンチャンエラーをっていう風に考えちゃった僕がちょっと悲しかったです。はい。他は、北条選手1打数、無安打、1三振ですね。はい、交代で出てきたんですけど、残念ながら三振でしたね。はい、じゃあ投手陣見ていきましょう。メッセンジャー選手、森谷選手、岩崎選手、能見選手ですね。メッセンジャー選手5回投げて98球、7安打5三振、2フォアボール4失点と。うん、まあフォアボールは置いといたとしても、まあ、いやでもまあ置いとけないところではあるかな。うん、まあどっちにしてもその得点後のイニングで、早速点を取られてしまうってところがやっぱり凄まじく悲しかったなというところにつきますね。うん、僕も見に行ってたんで、非常にわかるんですけど、おーって盛り上がった後のイニングで、簡単に点を取られると。まあ、それも別にエラーが絡んでたわけではないんで、まあ、阪神にとっては普通の点の取られ方と、うん、っていうところから考えると、やっぱりメッセンジャー選手の不調なのかな、というところに尽きるんで、まあ、頑張っていただきたいな、と。得意としてるね、横浜スタジアムと、横浜さんとね、DNA さんと戦ってる中で、ここまでやられてしまうってところは本当に不調なのかなというふうに、見て取れたような感じですね。はい。まあ、ただね、まあ、ソフトバンク戦とかすごく良かったですし、ピッチングできればどん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 勝ち星積み重ねて、まあでも半分ぐらい切ってるから、まあ勝っててもうあと7勝ぐらいか、7勝8勝ぐらいか、いけても。うん、って考えると難しいところではあるんですけど、まあ早くね、できれば、日本通算100勝いっていただきたいなというふうには思っております。はい、森谷選手1回投げて13球1安打1三振1失点ですね。まあなんだ、不用意に1球目取りに行ったストレートを完璧に振り抜かれ、ライトスタンドに運ばれるって感じでしたかね、確か。うん、
まあ投げっぷりの良さがね、魅力の森谷選手というところあって、初球ストレートで、カウント取りたいっていうところをね、完璧に狙われたなという印象ですね。それしかないです。うん。まあ、あのストレートなだけにね、なんだ、詰まらせてっていうところはあったのかなとは思うんですけども、残念ながら完璧に捉えられてしまい、それがスタンドに運ばれてしまうと。うん。まあね、まあ、言ってしまえば仕方がないというふうにしか思わないですね。その後きっちり抑えて、うん、ね、1点で抑えたってところを考えると、やっぱり、いろいろ勉強はしてるんだなというふうに、まあ勉強してるんだなって、どの目線だよって感じなんですけど、勉強してね、一つずつステップを登ってるような感じがするんで、まあ、この経験を生かして次に生かしてもらいたいな、生かしてもらいたいなと思っております。はい。岩崎選手、1回投げて12球、2三振無失点と、岩崎選手、素晴らしかった。びっくりした。うん。ストレートで勝負。だって、2人の打者に対して、3球三振が2人か。筒香選手に対して、素晴らしいピッチングしてましたよね。本当に素晴らしかった。岩崎選手ね、防御率 0.6 何歩とかでしたよね、確か。本当にね、全然、まあ、ちょっとね、離脱してたこともあって、防御率低めなのかなっていうふうには思うんですけど、まあ、それにしても、すごいと思いますね。はい、次回も期待します。はい、最後、能見選手、1回投げて14球、2安打、1三振、2失点ですね。糸井選手の、まあ、落球したという、まあ、エラーつかなかったんですけど、落球したっていうシーンですね。まあ、あの辺はね、もう、まあ、一番最初に言った通り、風の影響でどうのこうのってなってるんで、まあ、もちろんプロなのでそこを言い訳せずに僕のミスですって感じだとは思うんですけど、うん、あれがなければもうアウトを3つ取って、3点差のまま、最後の回いけたのかなというふうには思うんですけど、そんなことはね、言っても仕方がないんで、能見選手には、次行きたいですね。いいボールはいけたと思うんで、148とか、いいボール行ってたと思うんで、次に行きたいですね。はい。うん。負けちゃいましたね。まあ明日から甲子園。6連戦か。どうなんですかね。難しいですかね。正直怖いです。雨はね、その関西の方はちょっと抜けたらしいんで、明日とかは大丈夫だと思うんですけど、ただね、この悪い状況の中で、まあ広島さんと当たるんですけど、広島さんはね、だいぶ悪い状況の中で、まあ、いわゆる悪い者同士でどうやって戦っていくか、ここをね、負けてしまうとね、どちらのチームにおいても、このままずるずるいってしまうような気はしてるんでね、そこら辺避けてもらいたいなというふうに思っております。はい。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。というわけで失礼します。バイバイ。